まあね、さ、地域猫活動してる人もね、こうすれば怒られませんよ。こうすれば褒められますよ、むしろ、みたいな。そういう優等生論やろ、どうせ。優生論じゃなくて、まあ、優等生論。優生遺伝子論でもなくてない。優等生論だよ。こうすれば怒られませんよ。こうすれば、むしろ褒められますよって、猫に言ってへん、確か。人間に、やろ？人間に言うならまだし。猫にこうすれば怒られないよ。こうすれば褒められるよ。女性が言う。猫が、人間がやろ？それ優等生論やろ？こうすれば怒られないよ。こうすれば褒められるわよ。褒められるわよ。地域でか？企業内じゃなくて。企業内の話ちゃうか、それ。なんでそんな企業内の文化を地域に押し付けるんや。な。文化侵略ちゃうんか、これ。ブラック侵略ちゃうんか。ブラック差別解消とか言いながら、ブラックをまた、どんどん抜かないかないか、ブラックがまだ残ってたって。ブラック再開発して儲けたれんって。ブラック侵略ちゃうか。これ国際法違反やで。要するに侵略。